戦う舞台が違ったとしても結果を出してこそプロのサッカー選手。第2戦、長野パルセイロとの信州ダービー。スタジアムには JFL では異例となる1万人以上が詰めかけた。センターバックで出場した松田のミッションはもちろん無失点。しかし立ち上がりわずか4分でまさかの失点。開幕戦の悪夢が松田の脳裏をよぎる。前半終了間際に同点とするものの、後半も防戦一方。松田は魂のこもったプレーで仲間を鼓舞し続けた。勝つためには自らがプレーで見せなければならない。その思いは仲間に届く。試合も止められたもんじゃないかもしれないですけど、本当にみんな気持ち込むって一丸となって勝てたことがすごいでかいですね。なんか楽しんでればいいのかなと思ってたけど、全然そんな甘いものではないし、移籍っていうのは移籍の中でその勝利をするっていうの難しさも今回感じたし、初勝利を挙げた松本山雅だが、その後は苦戦が続いている。それでも今の松田はそれすらもモチベーション。まあ苦しいんだけどね、